ヤシラシラシャー、おはかのん、おはよう、みきらきら、ありがとうございます。そのコメントありがとうございます。好きだわ、さあかのん、こちらこそだわさ。あ、リスさん、コロコロが星になっちゃった。リスさん星星になった。コロコロって書いてあったんですけどね、玉乗りのリスさんを見て。リスさんコロコロだったのに、リスさん星になった。もんちゃんなんだよね。16大徳さん、ありがとうございます。リスさんが星です。やばいです。おはよう、ハロハロウィーン、ありがとうございます。気分変えました、ハロハロウィーン。おはよう、シャッホー、ありがとうございます。リスさん、リスさんになっちゃった。ロコスモス、ありがとうございます。おはよう、サンフランシスコ。ボイッシュかないですね。だって、おお、ボイッシュに見えますか今。ボイッシュかん。おはよう。こんばんは、ヨンちゃん、初見ちゃうねん。だって、なんでやねん、なんでやねん、知っとるよ。三つ目ダメじゃん、だって。ダメじゃん、ほんとに。楽しみな朝が来たー。来た来た来た。今日はいよいよ、トーク会。おはよう、さんちゃん。クリクリがなくなってる。クリクリ変えちゃった。おはよう、さんちゃん。リスさん、ありがとうございます。のんちゃん、大好きだ、大好きだ。君が大好きだ。僕は全領空で走る。はい。コスモス、コスモスの花は、ありがとうございます。明日楽しみにして、楽しみにしてる。でんてでんてでんてでん、あれを入れよう、テロップを入れよう。ちょっと待ってくださいね。おはよう、みねちゃん、なんでやねん。おはようございます。グループトーク、あ、そう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 、グループトーク会行ってみようかなって人いる？おはよう、だおさだ、さわだ、どうも。玉のりりすちゃん、りすちゃん、コロコロ、ありがとうございます。りすさん、コロコロ、これをりすさんコロコロにしたかったのに、りすさん欲しいなと。調べてないけど、10月9日ってトーク、そうだよ、10月9日トーク会でございます。りすさんこうすこうすんねん、こうすんそう、コロコロコロ、りすさんコロコロ欲しいなっちゃった。それで影焼きさんがクリックリじゃなかった、そうです。ハロハロウィーン、おはようございます。おはようございます。おはよう、もうすぐ現場に向かいます。向かってください、現場へ出動。はやがおそろいのコスプレだけ、ん、今日違いますよ、今日私服着ます。定型文の 方は欲しいならんので、ならない、あの入ったんだけどね、入れるところには、ここに出てきたら欲しいになってる。ハロハロウィーン、ありがとうございます。え、皆さんの打つ前のところは入ってるんですか、コロコロって。ハロウィーン楽しみ、今日はウキウキトーク会、今から名古屋に移動するようだって。レッツゴー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 。引き続き9月、あ、9日10日の、うん、そうしよう。あ、先生、9日10日の出席確認中やで。どこ行った？また。レインボースター、ありがとうございます。おはようございます。お目覚めいかが？グググググ。ハロハロウィーン。遅刻しないように気をつけるよ。カノも気をつける。気をつけんよ。気をつけんように。リスさん、コロコロ、ありがとうございます。
かのんちゃんの綺麗な黒髪、かのんちゃん綺麗な黒髪やねんだって。あ、ありがとうございます。黒髪一回も染めたことない、まだ。リスさんコロコロ、あれあるじゃん、入ったじゃん。口にしたの、こう口こうって口こう口こう口。ハロハロウィーン、はよハロハロウィーン、いっぱいハロハロウィーン。早くせんサプライズすぐバラしちゃうからな、だって今日は私服です。星星じゃん。ハロハロウィーン、グッドモーニング、おはよう、おはよう。グループトーク会一人対3メンバー3人と話するやね。かのんちゃんからナイスパスお願いします。ナイスパス、ナイスパスできるかな。でも頑張って楽しんできます。昨日あかたんがかのんちゃんのモノマネしてたよ。かのんはをしてたの、うん、かのんはよくやメンバーにやられるのはそこ。おはよう、おはよう。クリックリ使わず終わってしまった。嘘、本当に本当に16大徳さんありがとうございます。これは皆さんが忘れないように。おはようございます。今日もとっても可愛い、ありがとう。イベント参加券が3枚しかないから、グループトーク会はどの日のどのメンバーに行くか迷い中、迷っちゃうよね。病院行った、ナチュラル JK パワー、ナチュラル JK パワー。病院行ってないです。前ちょっと毛先を整えてもらったよっていう時から行ってない。その時もあれはしてない、トリートメントはしてない、ナチュラル JK パワーそんな感じです。グループトーク会ももちのろんでいきますよ。とりあえず今日は出席です。おお、グループグループオッケー。おはよう、元気ですか。元気があれば何でもできる。一二三ちゃん、こんばんにゃんたろう、ありがとうございます。星、配信ありがとう。今日の安定のすっぴんかわいいぞ、だってありがとう。今日はトーク会にはバッチリメイクでいきます。おはこんばんにゃんたろう。劇場版の参加券だけ持っても入れますか。皆さんの方が詳しいと思うんですけど、なんだっけ、初回版みたいなのついてなかった、通じてないかな。10今日仕事でグループ行けないけど、どんな感じだろうね、どんな感じだろう。カロンも楽しみであり不安であり不安であり、やっぱちょっとカロンさんとどうなるか、ちょっと初めてのことなのでドキドキです。ハロハロウィーン、リスさんホコホコ、あーそれにしてもいいかも。ボーイッシュは昨日の夜のメスキンメレンのことだよ、だって。お、帽子、あ、帽子をかぶってもう結んでたからね、なるほど、いいですか。通帳版の参加券だけ持っても入れますか。皆さんどうですか。ハロハロウィーンありがとうございます。おはようございます、おはよう。みえちゃん今日ないからグループトークに行きますか、何かだって。来てくれるの、嬉しいな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 、だったかだったった。楽しみ、おはよう。入ってるやん、お、歌唱力で優勝してシティに来る、ソロ曲がラジオで、あ、本当ですか、おめでとうございます。すごいね、やっぱソロ曲をいただいて、いやすごいです、初見です、なんでね、
ハロハロウィンありがとうございます。コロコロ、9月の推しギフト大賞でレインボーが総合1位になったみたいで、本当にレインボー、レインボーすごかったよね、ここのねルームね、レインボーすごかった。今日は出席確認しております、書いたよ、ここに書きました、バッチシ。ミスさんコロコロ、16大徳さんありがとうございます、おはようございます。コロコロが欲しいなのは笑うな、ちょっと懐かしい、この意味が分かってないまだなんで関西弁、なんとなく。今日は明日参加される皆さんが至福でありますように。やで、おはよう、一さんコロコロありがとうございます。定型文表示されててコメントになった途端欲しい、やっぱそうなんだ、あららら、面白いですね、定型文こちらからの発信だからってこと、え、くれるべきだよね、なんでだろう、コメントに欲しい制度が、ここも多分入れれる、テロップも、そしたらね、9月、あ、90いきます、了解です、 OK、 ハローハロウィーン、いや楽しみだぜ、今日の特会楽しみ、楽しみです、楽しみ、今日のトックの日持ち食べたい、なんだっけ、あの缶トッポギみたいなの食べてみたいかな、トックトックトック、おはよう、おはこんばんちは、ハロハロウィンありがとうございます、トーク変えます、ピンボサボサって、ほんとなんでやねん、そんなわけあるっすか、今日初トーク第一声はイエイにしますイエイ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 、ヘロヘロウィーン、ヘロヘロウィーン、どっか初めてだっけ、なんで初めてじゃない気がするんだ、まあ、いっか、楽しみ、ハロヘロヘロウィーン、ヘロヘロウィーンは大変だな、昨日イガノちゃんの書道が面白すぎた、カノンちゃん師範に指導してもらわないと、だって師範だなんて言え、ね、書道配信をしてたんだ、何書いてたんですか、16大徳さんありがとうございます、今日出席ではないけど出席しますって、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、出席ってくり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 くるりん、ありがとうございます、セルフで作ってくださっちゃった、ごゆうさんちゃん管理ありがとうございます、おはよう、だるまちゃんが転んだ、ありがとうございます、おはようございます、おはようございます、リスさんコロコロはじめまして、なんだよね、リスさん、リスさん、黒くてツヤのある黒いカラスの羽色って言うんだよ、へえー、カラス、そうなんだ、無事お目覚めお届けありがとうございます、コロ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 、昨日映像総合でカノンさんが初めてトーク会をした日の配信を見ていました、終わった後ってこと、初めてトーク会して終わった時の配信ってこと、何話してましたか、でも会えて嬉しかったっていうことを多分話したと思います、欲しいなっとる、ハロハロウィーン、ありがとうございます、押します押されます押されます、ヨンちゃんなんでやねん、引きます、押してカノンは今日も朝から美しいよね、だって、え、優しい、ありがとう、かわいい、ありがとう、十六代徳さんありがとうございます、何のポーズ、欲しいなっちゃった、いいヘミックするの、そんな驚くの、トリートメントなしでそんなにトゥルントゥルンなんてさ、あ、
そうね、あのトリートメント、あの美容室ではトリートメントしてもらってないけど、いつもお風呂にシャンプーとリンスとトリートメントって呼んでるものが一個あるから、それは知ってる。ペペペペペペって。おはようございます。今日はお話し会、 AKBNCTもお話し会。あ、そうなんだ、一緒の日なんだ。んー、スピン可愛いからスピンでいいよ。だっていいの楽ちんだねダメだよ。おはよう16で徳さんちゃん、ありがとうございます。かはやかちゃんの配信少し見てたけど、ド M 発言してました。ド M 発言わー、カノンは S ですか M ですか、わからないです。普段ショールームではマッチメイクじゃないから、現地で見た魅力マシマシだろうなそうなれるように頑張る会場で CD かやっぱ参加券つい、あ、そういうことなの。昨日の早く先生の初動配信がこれまたカオスで、お笑いでした。カオスもう毎回カオスやんね、早くちゃんの配信はね。かのんちゃんに叱られるとかしきりに言ってた。ダメじゃんおはよう、グループトークのレクチャーみたいなのが公式 YouTube に上がっていた。あ、本当ですか、レクチャー。じゃあ皆さんそれをぜひ見て、グループトークしちゃいましょう。初めてのトーク会は嬉しくもあり悔しそうでもあった。あ、今回は全会場にたくさんの人が来てくれるといいね。そうだね、悔しかったことも話しましたね。わーお、たくさん来ますように。おはよう。そういうことじゃなくて、4人で話せそうな話題をかのんちゃんから最初に話題を振ってくる。え、何がいいかな、4人で話せそうな。でもやっぱ3人メンバーがいるから、うーん、何がいいかな、みんなでじゃんけんするとかしょうもないしょうもない、みんなでじゃんけんするとか、あとはもえゼリフしりとり、難しいか、何がいいか今考えてるんだけど、なかなかいいのが思いつかない。もえゼリフしりとりっていうのは、もえゼリフをつけてくっていうしりとり、メンバーが。んー、おはよう、違うの、今日は可愛いポニーテールカノンちゃんと会えますか。わ、それは内緒です。もう服も髪型も内緒、メイクも内緒。チーム S メンバーが実演してたけど形は違うようなことが注意書き、形は違う、あ、作りってこと、会場の。16デイトクさん、ありがとうございます。おはよう、押すよ押すよ、押されるよ押されるよ。お、初見さん、ハロハロウィーン、どうも。愛知県出身17歳のさんちゃんこと奏でる音とかいて、沢田かのんです。ペコリゴン、おはよう。本日ハラ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 、お、本日来るってこと、こういう、ありがとうございます。今日仕事かもだったんで、ミネちゃん喧嘩ってないから、ミネちゃんはグループトークに行けるってことで、ほんほん、あ、行ってくれ行ってくれ、グループトークに行ってくれ。コスモスありがとうございます。今日明日は名古屋駅からパワーを送ります。名古屋駅来るの本当に明日も行って、昨日も行った気がするけど、自分も今日明日の特会参加です。バッチシ、ここにお名前が
あります、楽しみ。トッポギ、そう多分そういう名前、トッポギ。昨日はジムでプルプルカノさん、プルプルカノさんだった。もうね、プル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 、もう自分では止めれないよね、あの筋トレの時のプルプルってプルプルプルってなってた。定型文を表示する欄に NG ワード弾く機能がついてないんだね。マシよ上のバグ、ほほ。駅から何回だって、ほほ。おはよう123ちゃん、どうも。トックはトッポギと同じです。あ、そうなんだ。じゃあ食べたいですね食べたいですね、一緒に食べましょう。トーク会いいな。千葉県から念を飛ばします。ブーブーン、飛んでき、気づくかも、なんか飛んでんなみたいな。会場の方角あれに向かって1時間手振ってますね、だって気づきますように。会場の方角に向かって1時間手を振ってるの、疲れちゃうよ。トッポギ美味しいよね。てんポンテギはカイコのさなぎだけど美味しいよ。だってポンテギ多分詳しくないんだけど、とりあえずトッポギが食べてみたくて、ハット、あーなんか聞いたことあるね、食べてみて。コスモさんありがとうございます。あ、ボード書いてない、いやー現場で書きます。書いて書いて書いてください、楽しみにしてます。雨の朝、アンブレラ、アンブレラ流せない、パソコンがなくて。メモしてると見せかけて学校の宿課題をしてます。その方がびっくりじゃないですかその方がびっくりじゃないですか、学校の課題をカノンがしてたら。だよね。おはよう、今日は散歩の日、共に守るマスクの日、あーいいね。世界郵便でサイコロキャラメルの日、サイコロキャラメル久しく食べてないよ。森永食べてない、12周年でいただいた時、12周年じゃないか、卒業コンサートでいただいた時から食べてないよ多分。なんちゃってポーズ、こういう、ありがとうございます。仕事なくてゆっくり寝れるのにいつもの時間に目が覚めてしまう、なんとかしたい。7時ならでも配信を見てくれ。課題やってるとかもしれないね、やってないよ。 1+1 は2ぐらいしか、可能、多分コメント見ながらはできない。おはよう、はやかちゃんの手段、うんうんうんこれは完全の1ってことな気がするんだけど、なんて読むか分からん、むーって感じむー、伸ばし棒にむー、なんて読めばいいんでしょう。清く正しく健全にって書いて、死がないってみんなに、あーら正しい、そういうこと、使われた残念だ、せっかく書いたのに間違えちゃって。かのんちゃんが課題をするわけない、やっぱり。本当だ、今日は俺がかのんさんにテレテレポーズになります。本当ですか、テレプロポーズしてくれますか、テレプロポーズ。そう、そうですよね、だってそうです、こういう、ありがとうございます。初動配信でかのんちゃんに怒られる時のモノマネしてたのよ。あ、ダメじゃん、早かっちゃうみたいな、そういう感じ、そうやって言ってた。いやいや、ギター配信再開するくらいだから課題もやるかも。やんないやんない、弾いちゃダメダメ。ビッグハートポーズ272日ありがとうございます。はじめまして、なんでやねん、どんなものもね、そう気になる。272丁目ありがとう、 Thank you very much、 ハロハロウィン、ありがとうさ。271、サンちゃん好き好き、トリックオアトリート、え、お、トリートメント、お、トリックトリートメント、トリートメントは髪の毛サラサラ、お
すなよ、すなよ、押せよ。違います。あ、そういうこと、え、違わないか。ダチョウクラブさん、そうだいきなりリンス、トリートメント、コンディショナー、みんな同じ。コンディショナーまではいかないよ。え、リン、え、あれ、リンス、確かに分からない。トリートメントと、分からん。イットトリートメントは、みんかわいいよ。だってありがとう。マカロンの日食べたい。アメリカドッグっていうの、アメリカンドッグかと思ってた。アメリカドッグ、普通に本当に犬ってこと、アメリカンドッグのこと。え、仙台牛の日、熟成肉の日、熟成ウーロン茶の日。わあ、ウーロン茶にも熟成とかがあるんだ。毎回カオスいっちゃう。そう、毎回カオスな配信だよ。はやかちゃんの配信聞くと、皆さんから男子はみんなすっぴん欲しいなってる。好きなんやよ。だって本当ですか。トリートメント、前のメンバーから CD 変えたんだ。うん、五十嵐はやか、安全か、間違えた、健全か計画だ、健全化して欲しくないような気もする自分であった。まあちょびっとね、ちょびっと健全になっていただいて。おはよう。え、すっきゃないかな、だからいいだと。あら、チームの話かないいかな。熟成ウィンナーザグログラグランドアルトバイエルの日。ええ、とろけるクッキー、とろけるクッキーなんてあるの、いろんな日だ。あ、紅葉か、今のは。なんだ、ありがとうございます。おはよう。とりあえず誰欲しいですかと聞いてみる。あ、グループトーク会で、なるほど、なるほどね。誰欲しいですかって気まずくないかな、大丈夫。皆さん、自分は前回以上に特権持ってるから、カノンさんの、カノンさん話題よろしくね。だって頑張るありがとう、頑張る。ちょうちんは持ってきません。昔全国握手会というイベント参加券で握手できた時は、人数を、数人を順番で握手できたんだよね。うんうんうん。ああ、どうやってみんなで話すのかな、一人ずつ話して、レクチャーみたいなのは多分みんなで話してた。一人ずつなのか、あれは難しいな。カスモスの花は、ありがとうございます。はいはい、ほいほい。みんなであっち向いてほいやったらカオスだろ。カオスだね。あっち向いてほいは二人の時の方がいい。もっとみんなに来てもらえるように可愛くメイク建設して現れてね。だって頑張る。おはよう。ナイスナイスシー。グループトーク会はどうしても一人に話題が寄ってしまうよね。あ、言ってしまうよね。そうね、それもあるかもしれんよね。ペコリガッツ、噛んじゃう噛んじゃう、ペコリ、ね、誰から話すみたいになるかもしれんしね。何話す、なりそうだね。何話そう。ペコリンコン、噛んじゃう噛んじゃう、ありがとうございます。トーク会いいな、カノンメールで今日の着ぐるみ送ってね。だって着ぐるみ前提みたいになってるじゃん。はい、今日着たもの送ります。みんなでじゃんけん、萌えずりふは絶対にやんで、絶対に負けるわ。だって負けてくれますか、最後に。ゆっくり、好きな食べ物は、メンバーへパフェ、メンバー B なんとか、好きな食べ物、うんうんうん、パッて答えれるように考えとこう。カモンさんはね、ありますね、好きな食べ物ね。トークテーマをここにしておく。今日のトークの種は、
話すこと困ってる方がもしいたら使ってください。トークの種はカノンとの共通点、どんな些細なことでもいいです。配信を見てて気づいたこととか共通点があったら、例えばあんま言ったらあれかもだけど一個だけ言うとしたら、ね、一輪車乗れるよ僕も私もみたいな、それも共通点で、そんな感じのことでもいいですし、もうめちゃめちゃ細かいことでもいいです。トラックの日、道具の日、まだあった、いっぱいだ今日は。道具の日、土偶の日、お金券の日、特報の日、へえ、いっぱいだ今日も。秘密が多いですね。こういうありがとうございます。ハロハロウィン、コスモスもありがとうございます。パピーは叱ってくれる人をいじってネタにするのが定番やなどって、マリとかカノンちゃんとか、あー、ラカちゃん叱られないようにしましょう。ハロハロウィン、グループトークってどうやるの？まだ動画見てなくて、メンバー3人にファンの方がこう来て話す仕組みとしては単純じゃないかな。3人一気に話す、前にグループトーク会で一人ずつじゃんけんはしたことある。あー、なるほど、一人ずつじゃんけんね。すっぴんじゃないとサンちゃんと認識できないかもしれない。大変だ、それは大変だ、それは大変だ。サイトサイト、ありがとうございます。コスモス、パフェ、ケーキ、早くカツ丼言いそう言いそう言いそう。昔 HKT でグループトークしたけど、三方向メンバー2号、あ、何？最近生まれてダフタして、三方向メンバー3人囲まれてあたふたして終わった。本当、三方向、それはあたふただわなあたふただわな、それは可能でもあたふただ。ファミリートークの日、やっこファミリートーク、天狗の日で合ってる、熟睡の日、幕張メッセがオープンの日、いろいろあるな。普段がメイクしたかのんちゃんに会ってないから今日会いに行ったら誰ってなったら面白いね。だってダメだよ、見つけてね、可愛いな。だってありがとうございます。僕も今日来ますから。だって、本当ですか、楽しみ楽しみ。指摘確認完了。スマホインカメラを左側にしたら指が触れる、あー、これを今こっちなのをこっちにするってこと？なるほどね。カノン、そうね、指がビビうるさかったかな、気をつける。あのこっちだとコメントがこっちに行くんですよ、多分多分。あ、違う、コメントはこっちなのか、コメントは右に出るので、カメラが右にあった方が顔がそっち向くかなと思ってこっちにしてます。左手でねコメントをやればいいんだよね、こうやって、ほら映らない、こう左手でやろう。それだそれだ。今日も明日も明後日も明後日も参加しますよ。だって、よっしゃ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 、じゃあおはようだって。またアバターが変わってる、すごいアフロなタイプのおにぎりおはよう、リスさん、くるんくるん、おお、コスモスの花は、はるかちゃん、ジョジョ弁当書いてた、こういうありがとうございます。かのんさんが食べ物に詳しくないって、雪降るよ。だってトッポギとペンネって形は一緒だよね。
あ、ペンネってパスタだっけ、ね、パスタのやつだよね、パスタの種類違う。新大久保に美味しいトッポギがあるから紹介します。だってありがとうございます。シルバニア持ってたりしますか。持ってます持ってます、もちろんです。明かりの灯る大きな、明かりの灯る大きな赤い屋根の家みたいなのを持ってます。とあのお姉ちゃんがこう半一人暮らしするみたいな別棟があります。はい、こういうありがとうございます。あ、そうそう、ついのプロフ画像ちょっと変えてみた。クロミちゃんでしょ、クロミちゃん。あ、今日黒いね。クロミちゃん、クロミちゃん可愛かった。クロミちゃんピース、ハロハロウィーン、おはよう。星になっちゃった、まないのか、ありがとうございます。なんてにだって。昨日の夜は美味しい弁当食べました。いいな、つくつく帽子、つく帽子、ジョエンジョエありがとうございます。ホワイトデー、課題やってないってドヤ顔で言わんといて10月も課題がやんなきゃね。16大徳さんありがとうございます。何が起きるのか。クリクリありがとうございます。メガクリ、こういうありがとうございます。昇格発表、そうですね、13周年の配信ではなかったですね。あげれないのに虫よすぎるよね。虫さんちゃん可愛いよ、だってありがとう。まさにダメじゃん、はやかちゃんって言ってた。やっぱり、いや大正解。ゆうかのんどうやっていつも言ってるかなと思ったら、そんな感じで言ってるなと思って、今日のお話の種まきはかのんちゃんとの似たような通り、一回のトーク変えては全てお伝えきれない、どうしようだって、うん、頑張っていっぱい伝えてね。今日行きます。明日は今日の半分しかないけど一応行きます。多分知らんけどだってありがとう。はい、とく明日のとこにはまだ書いてなかった、楽しみだぜ。ホワイトデーにはハートのテレパシー、お、そっちかだって。イヌイット鳥なんてに、そう、ミキちゃん鳥と。お毛はしっかり読んでよ飛ばしちゃった。アメリカドッグと、アメリカンドッグかなリンスとコンディショナーは同じでトリートメントは別物です。ああなるほど、だそうです。皆さんリンスとコンディショナーは一緒、トリートメントは違う。まあとりあえずペタペタ塗っておきます。カノンさんはいつも、はやかちゃん反省と書こうとして性の字がの目が火になってた、反省してはいお、怪しいぞはやかちゃん、一文字抜けたアメリカンドッグでした。あー、よかったよかった、アメリカドッグ、アメリカドッグ、カノンの知らない道のドッグがいるのかと。アメリカンドッグ美味しいよね。スヌちゃんがちょっと前にハマってた。こういうありがとうございます。おー反省、おはよう、ハロハロウィーン、ありがとうございます。今日もみんなでいい一日にしましょう。トーク会も楽しみ、ストレッチから来ました、ありがとうございます。ようこそSK。 トッポギはねっとりしてるけど大丈夫です、大丈夫です、ねっとりめっちゃグー。リスさんコロコロ頑張ってね、だってありがとう。コスモスの花はありがとうございます。その中の勉強家計画発動、阻止阻止阻止。グループトーク会は DD にはつらいのか、試練。トゥルートゥトゥトゥ、おはようさんちゃん、誰推しですかって聞いて自分じゃないと単用困るよね。そうだよね、そう思います。のでやめときましょう、それは。
16ダイエットさん、ありがとうございます。サウダカの勉強もうダメでした。勉強が計画は阻止されました。参拝とのグループで誰よしかおんちゃんですってなった時に気まずさは恐怖だって。確かに先輩だもんね、やっぱ10期ですから。かのおはよう。サイン会はショールームでやるべきないよな。サイン会、サイン会は、サイン会はあれは YouTube でやってる。サイン会個別の3部のトークの後からグループ会までに時間があれば先輩にラジオの出演講義をしないと。だって確かに先輩ともね、そのラジオもあれだけどね、お話できたらいいよね。まさに新カノンキャリオン。うわ、ハロハロウィーン公式ツイのグループトークシミュレーション見てないんかだって。多分見たはず。うん、リスさんコロコロありがとうございます。おとといの大富豪対戦、ありがとうございました。ありがとうございました。対戦しましたね、ありがとうございます。誰からも来て、ん、グループトークの動画こっそり見て勉強します。はい、見てください。ハロハロウィン人間くらいかな。この前の私会は3人くっついてたから話すのが難しかったけど、ふんふん、セミコース。共通点、赤ちょうちんが好き共通点共通点なんですか。言っちゃうぜ。まあ、これ来れた時に言える人は来れた時にってか。タコちゃんのぬいぐるみを手からそこに寝る、どうしようどうしようかな、多分触れるカノンさんとの共通点、可愛いところかな。あらやだ、共通点、共通点アルペジオが適当おはよう。共通点あったかな、ぜひ探してみて。それはいいアイデアですね。トークの種助かる、だってよかった。カノンさんの好きな食べ物なんですか。ダブルソフト、もみじありがとうございます。おじパン煮込みも好きですよ。パン好き。ハロハロウィーン、スピーカーで声拾ってると、ちょこ気分が星になっちゃった。どういうこと、スピーカー、スピーカー。 YouTube でグループ特会の様子を紹介してたけど、メンバー全員と一度に話してた。うん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 。グループトークは絶対事故る絵しか思い浮かばない、だって。回避しよう、回避、自己回避。コスモスの花ありがとうございます。90だけに超め苦渋の日だ。苦渋、わあ、苦渋の日ですか、大変だそれは。はい、ですか。あら、私生活もスピーカーで拾ってるんだったらえらいこっちゃ、だって。カロンさんの理解力が乏しくて申し訳ないぞ。ショールーム、おはよう。ハロハロウィーン555回、ありがとうございます。ゴーゴーゴー、レッツゴー。グループトークって一人一人で話すじゃないの、いっぺんに話すの。あれはいっぺんに話すっていう言い方になると思います。多分レクチャー動画ではファンの方役のメンバーが、まあ、ファンの方が一つ質問したりとかして、一人ずつ言ってったりとか、一つなんかこれをお願いします、ウィンクお願いしますみたいな、ウィンクウィンクウィンク、そういう感じだった。マッハゴゴゴー、レッツゴー。難しいだって。さんちゃん
うん、その角度、どの角度。カロンさんとの共通点は朝の挨拶はおはようサンフランシスコっていうことかなだって。あ、言いますよ言いますよ、カロンさんも言いますよ。おはよう、ありがとうございます。いつもにいきちゃんは DD の人見てるの、見てるけど、もう全員探してたらキリがないので、見てるけど、見てるけど全然 DDOK。 カノンさんのところにも来てくれれば OK。 おはよう、お、なんて読めばいい、これ3人間隔空けてくれれば1人ずつ話せるんだけど、くっついてると話せない。はんはんはん、おはよう。ペンネはレナさん大クブだよ。ペンネ頭が痛い、大丈夫か。クロミちゃん可愛いよね、ドラえもんの妹。ドラえもん、え、ドラえもんの妹ってクロミちゃんだっけ。違うよ、あれ、ドラえもんの妹の名前、黄色い子でしょ、なんて名前だっけあれ。なんて名前だっけ、猫みちゃん。なんて名前だっけ、なんて名前だっけ、なんてね。学生メンバーは勉強を終わらせてからアイドルが死ぬんだから大変だよね。だってカノンさんはね、全然、はい、学生メンバーとなると思いますが、あの課題は最後にまとめて頑張ってます。ミハルンとシルバニアの話題で盛り上がり、あ、本当ですか。はようさんちゃん、ホワイトデーにはあの歌詞読んでいただき申し訳ないので、全然ですよ。グループトークみんなと話すって無理やんだって。確かに、だってえ、遠く帰ってケータリングや差し入れがいっぱいあるのか、食べ過ぎ心配、気をつける。そうなんだね。うん、チョキマルって座れるの知らない。座れるの、座るっていうか立つっていうかな、あれは座るか、座ってるんです。今日のトーク会から会場であの頃の君を見つけたのグッズが発売されるね、だってね、出てましたね、公式でも。ぜひゲットしてね。なんちゃってポーズ、ネットリポーズ、ネットリー11期応募ないの、わからない、カノンには11期生が入ってきたらカノンは先輩になってしまうよ。DD じゃないからよかった、だって。うん、ほんとかね。やむちゃんおはよう、遅れてごめん、明日のとこ行きますね。全然だよ、おはよう、明日待っております、帰っとくね。 OK、 待ってる。 DD は話してるときは本気です、あ、一人一人と人のときそのときね、本気ですか。いや、素晴らしいことです、それは。グループトークは複数のメンバーと一人のファンのトークなのか、そうです、3人かなメンバー。マコハミン DD なんているわけない、なんでよね、いないいない、バーって感じでね、いっぱいいっぱいですね。グループトーク系でファンが増える可能性もあるから、良いだよ、良いだよ、はい、もちろんもちろん、あのみんなで楽しむ、良いだよ、うん、みんな楽しもうと思います。そうだよね、自分のファンの方じゃない方もやっぱ来てくださるわけだから、お、カロンちゃんいいねって思ってもらえるように頑張るよ。頑張るぞ。10月後半と11月のトーク会でもグループトークがあるのかな、配分に悩みか。お、ああ券がなくなっちゃったらってこと。24時間勉強配信したらきっとお勉強さんと仲直りできると思うよ、だって。24時間カロンがその前に仲直りする前に死んじゃう。ただし約
リリアルともどういうこと？おはよう、カロンちゃん。課題がないと自ら勉強しないでしょ。10月たくさん課題あるといいねだって。やだ。DD じゃないけど、きっと水野さんには、お、星になってる。恥ずかしいだけだ。今日は配信8時までか。そうです。あ、今日土曜日？あ、今日8時までじゃないとね、やっぱ準備もありますので。すぬちゃん待っちゃってた。今日土曜日だ。DD、あ、すっとぼけてる？ん？そんなことないか。お勉強、先日数学者の方に事後確率のことを教わってすごく楽しかった。学生時代に出会っている。事後確率？もう無理。ダブルソフトありがとうございます。あ、ダブルソフト大好きな DD ですね。コスモスの花がありがとうございます。彼女のカノちゃんとの共通点、アリシャの触覚共通点。昨日日程の夜中の近く夜中近くのミュージックブラッドっていう番組で AKB がリバーを歌っていた。君の目の前に君のルル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 ルってやつね。あれはどういうステップになってるんだ。先輩とのコラボは大物実績アピールです。そうずっと菊さんと申しましたって笑ってるじゃないですか。そういえばエゴちゃんと一度に会い、はい、あのエゴさんね、エゴさんともねコラボできたらいいなと思いますね。キュートの日、キュート？キュートさん？キュート？グループトーク会の現地からのレポートが楽しみ。確かに本当にグループトーク会まだ季語の方が、うんうん。主権さんありがとうございます。おはよう。愛知県出身17歳のさんちゃんこと奏でる音とか言ったザワダカノンです。ペコリゴン S さんコロコロ。グループ東海参加者もメンバーさんも結構な対応力が求められる。確かに16代徳さんありがとうございます。ハロハロウィーン今日は8時、はい、そう8時まで8時まで8時まで隣の目見たりするする。よんちゃなんだよね。あ、ドラミちゃんね。オーディション受けてるみたいな感じになる。なるほど。猫みちゃん引っ張られたね、だいぶね、黒みちゃんにね。ドラミちゃん、あ、リスさんコロコロありがとうございます。かわいいリスさん。カレンちゃん一押しのってまずは自己紹介するかな。お、知らん。お腹がなったので終わります。はい、皆さんカウントもありがとうございます。あ、今日なんだゆきさん。あ、じゃあ今回わブリューカーの好きな人にお届けありがとうございます。ありがとうございます。サンゴ、あ、初見さん兄弟いますか。います。すぬちゃんっていう妹がいて小学校4年生です。コロコロありがとうございます。リスさんありがとう。すいませんね、コメントが。キノコありがとうございます。お腹が空いたので、はい、遅れないように、はい、そんな大急ぎじゃなくてもいいんですけれど8時には終わると思います。紅葉もありがとうございます。お腹の音リアルで可愛いだって、もう可愛いの定義がわからなくなってきてる。リアルなの可愛いですか。もうお腹空いた。動画どこだって、なんかツイッターと YouTube とさっき話出てた気がする。ぜひチェックして。こういうありがとうございます。どら焼き頭に浮かんだ。浮かんでなかったのに今浮かんじゃった。こんばんさんちゃん。ピザとずるい、もうダメ。初見さん、あ、答えてくれてありがとうだって。ありがとうございます。こちらこそ見に来てくれてありがとう。ぜひね、あ、妹はあのツイッターもやってるので
すぬちゃん調べてみてください。来週東海行きやすだって。ペコリゴン、ペコリゴン、ぜひね来週の出席確認にも参加してね。うあ、そう、このここに今出てるアットマークそれじゃーんってやつです。ぜひチェックしてフォローもしてください。もうお腹すいた、楽しんでいきましょう今日も。はいはい、寝坊しないように気をつけてね皆さん。お腹すいた、フリフリダンス、触覚フリフリダンスはい、やりましょう。さあそれでは今日も13位からサンデスタイム張り切ってどうぞ。13位サンです、ありがとうございます。12位サンです、ありがとうございます。11位サンです、アットマークファミリーマロマロ、ありがとうございます。10位サンです、アットマークオン横ファミリー、ありがとうございます。9位サンです、アットマークファミリーネットリー、ありがとうございます。8位サンです、アットマークファミリーイエーイ、ありがとうございます。7位サンです、ありがとうございます。6位サンです、アットマークファミリー、ありがとうございます。5位サンです、アットマークファミリーチュア、ありがとうございます。4位サンです、アットマークファミリーあディリ、ありがとうございます。そして3位サンですからの好き、ありがとうございます。ディリリリリン。そして2位サンです、ありがとうございます。そして今日の第1位はさんです、ありがとうございます。そして今日の85位やっこさんはどちら様かな、また右手でやっちゃってた。さんです、おめでとうございます。あなたもぜひ100本になっちゃってくださいね。バッキュン、ありがとうございます。やっこパチ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 。では今日は3527人の方が見てくださったので350人の受験をしたいと思います。チャリンタイム、今日はジャッキン、チェキン完了ということで準備を、特会に準備をしたいと思います。皆さんも準備して遅刻しないように、うるさないよ耳がなし、チャリーンってなら抱っこもうできない、はい気をつけてお腰、足、本当に気をつけてお越しになってください、はい、準備してください、ご飯も食べてください。さあそれでは少しでも気になってくださった方、ぜひここのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。今日はいけないから寝ます、はいやってください。スカピ、それでは今日もこの辺でまたごやーれ、ありがとうございました、バイバーイ、バイバイ、バイバイキーン、バイバイ、マスク忘れずに、はい皆さんマスク忘れずに、剣忘れたこと大変、剣も忘れずに、来週まで我慢だ、バイバイ、おつです、良い一日を、楽しい一日にしましょう、レッツゴー、バイバイ、可愛いマスクで来るの楽しみ、バイバイ。